ニューサウスウェールズ・ワラターズは、スーパーラグビーに参加するオーストラリアの、ラグビーユニオンチーム。本拠地は、シドニーのシドニーフットボールスタジアム。日本の報道メディアにおいては、ワラタスの表記も多く見られる。1996年創立。ニューサウスウェールズ州、ラグビーユニオンとしては1882年創立。州内、ラグビーユニオンクラブ所属の選手と契約選手から、 選抜され、編成されるチーム。チームカラーは、スカイブルーのジャージ、ネイビーブルーのショーツ。相性は、トス。スーパー12の2002年に、総当たりのラウンドで2位通過、プレーオフで、セミファイナル敗退。2005年は2位通過で準優勝。2006年に、スーパー14となり、2008年は2位通過で、準優勝。2010年は3位で、セミファイナル敗退。 また2015年度より日本代表の松島高太郎が加わった。2016年シーズンにより日本の空調総合メーカー代金工業と2018年シーズンまでメインスポンサー契約を締結した。日系企業がオーストラリアのスーパーラグビーのチームにスポンサーとして参戦するのは初のケースである。2021年のスコットは次の通り。10 1996年シーズンから2005年シーズンまでは、スーパー12での成績。2006年シーズンから2010年シーズンまでは、スーパー14での成績。2011年シーズン以降は、スーパーラグビーでの成績。2020年シーズンは、スーパーラグビー AU での成績となる。ありがとうございます。